ロビンとフランキーの奪還を果たし、ウォーターセブンに帰還した麦わらの一味。しかしゴーイングメリー号を失い、先の海へ進むメドを立てられずにいた。そこへフランキーが現れ、一味の新しい船を作らせてほしいと頼んできた。フランキーは念願だった夢の船を作り、それをルフィたちに託したいというのである。フランキーはアイスバーグやガレーラカンパニーの職人の協力を得て新たな船を建造する。その間、ルフィたちは未だ戻ってこないウソップを待ちながら一時の平穏な日々を送っていた。しかし事態が急変する。ルフィたちのもとに海軍の大物が乗り込んできたのである。お金だ、ルフィ。痛え？パンチだぞ今の。ゴムに効くわけ。ファイアル拳は防ぐすべなし。げ、じいちゃん。じいちゃん？目を離してみればこのざまだ。赤髪に毒されおってくだらん。シャンクスは俺の命の恩人だ。悪く言うな。じいちゃんに向かって言うなとは何事じゃ。わー、ごめんなさい。ダメだ、あのじいさんに対する闘争心はすでに折られてる。じゃあどうすりゃいいんだよ。みんな、今のうちに逃げるぞ。おお、いいかいいか、寝ておった。お、ルフィはどこじゃ。まだ話は終わってないぞ。まあ、こっちだ麦わら。船はできてる。フランキーの代わりに俺が見せよう。おお、でけー、かっこいい。ルフィたちはあそこにおるか。すぐに向かうぞ。ウソップが来るまで執行はできない。海軍からこの船を守るぞ。麦わらせ、兄貴が作った船、俺たちも守るぜ。どんどん弾を持ってこい。そりゃそりゃそりゃ。手で大砲を撃った。なあ、船の名前決めとかねえか。島6番、第4号はどうだ。ライオネル親子。暗黒ミッシュ、ひまわり。どんなセンスよあんたたち。まあ、とにかく今は船を壊されぬようにしそこにルフィさんが。みんな見て、海軍が持ってたこの手配書、全員の首に賞金がかかってる。うわあ、上がった。狙撃キングにもついてるぞ。可愛く撮れてるからそれはいいけど、とうとう私も賞金首か。誰だ、なんで俺だけ選んだよ。これのどこが俺だ。笑われるんだ。俺は世界中のレディーから。俺だって海賊だぞ。ちゃんと男らしく戦ったんだ。
この申すぞ、五十ベリー。まあ、次頑張れよ。大変だ、フランキーの兄貴も賞金首に。萩原さん、頼む、兄貴を海へ連れ出してくれ。このウォーターセブンにいちゃ、兄貴の命が危ねえ。紛れか、すぐに調達してこっか。誰だ。僕です、コビーです。覚えてませんか。コビー、コビーは友達だけど、もっとチビのコビーしか知らねえぞ俺は。そのコビーです、泣き虫でダメだったコビーです。本当か、お前成長期にも程があるぞ。なんでグランドラインにいるんだ。まだまだ将校には慣れてないけど、今は本部でガープ中将に鍛えてもらってるんです。ルフィさんたちはさすがですね。このペースならグランドラインの前半の海はすぐに制覇しそうです。ルフィさん、このグランドラインの後半の海の呼び名を知っていますか。人はもう一つの名でこう呼ぶんです。新世界、次の時代を切り開く者たちの集う海。その海を制した者こそが海賊王です。新世界、支援フルー、わしの孫だから捕まえるのはやめだ。おう、うまく言い訳しておいてやる。そんな言い訳が通じるわけないでしょう。え、我々だけでも一味を捕らえるぞ。いつか海賊王になるなら、この百獣の王の船に乗れ。フランキーからの伝言だ。フランキーはどこにいるんだ。俺、あいつに決めたんだ、船大工。本気であいつを連れていく気があんなら、力ずくで連れていく。それが唯一の手段だ。天国め、偉そうに。なんでわしが引き返さなきゃならんのじゃ。でんでん虫で孫だからってあんた言うからでしょうが。やかましいわ、黙っとれ青二歳が。おーい、ルフィ、聞こえとるか。こちらじいちゃん、こちらじいちゃん。いろいろあってな、すまんが、やっぱり海の藻くずとなり。捕まえねえって言ったじゃねえか。さあ始めようか、小僧ども。やるな、パンツ返せ。それじゃ仲間になれ。てめえ、船は気に入ったかよ。あんなすげえ船見たことねえ。ありがとう。あの船は俺にとってもおめえらにとっても最高の夢の船だ。パンツ返しやがれ。最高の船だ、大切にする。
の縄張り危ねえぞ。フランキー、このパンツ返してほしけりゃ俺たちの仲間になれ。バカ言え、パンツ取ったぐらいで。そもそも俺は船大工を辞めた身だ。だからそいつは俺の作る生涯最後の船になる。念願だったんだ。それこそが夢の船だ。待てフランキー。こいつはまだお前の言う夢の船にはなってねえはずだ。出航していくつもの海を越えて、幾度もの戦いや困難を乗り切り、海の果てへ到達した時、その運命の日を見届けた時に初めて夢の船になるんじゃなかったのか。やりてえことが変わったんだ。やりてえこと？それは違う。お前が今この島でやってることは全て償いだ。もういい加減に自分を許してやれよフランキー。なんだ？旅の荷物です、兄貴。ねえ、頭振り絞って一生懸命考えたんです。子分どもに敷かれたレールを棟梁の俺が歩けるか。申し訳ねえ、でも少しぐらい考えたらダメですか。俺たちみてえなゴロツキを拾ってくれた大恩人のあんたの幸せも考えたらダメですか。修理しかできねえ素人どもめ、これだけ立派な船に大工の一人も乗ってねえとは船が不便だ。仕方ねえ、世話してやるよ。おめえらの船の船大工、このフランキーが受け負った。やったー。ちょっと行ってくらあ、あとは。あ、ウソップだ。やった、今すぐ迎えに行こう。待てよお前ら、誰一人こっちから迎えに行くことは俺が許さん。間違ってもお前が下手に出るんじゃねえルフィ。俺はあいつから頭下げてくるまで認めねえぞ。いいかお前ら、こんなバカでも肩書きは船長だ。船長が威厳を失った一味は必ず崩壊する。今回の一件に何のけじめもつけずうやむやにしようってんなら、それは俺が絶対に許さん。待ってよゾロ、確かにあいつも悪いとこあったけど、それは帰ってきてから言いたいだけ言えば。一味を抜けるってのはそんなに簡単なことなのか。俺たちがやってんだガキの海賊ごっこじゃねえんだぞ。ウソップの第一声が深い謝罪であればよし、それ以外ならもう奴に帰る場所はない。そうだな、一度は完全に別れたんだ。黙って待とう、ウソップを。
船にたどり着けなきゃ謝れもしねえ。あいつの周りの敵を倒すくらいいいよな。つまらねえが好きにしろ。私は出航の準備を整えておくわ。何も聞こえねえな。おい、なんとか言えよ。一味を抜けるって言ったのはジョークだ。本気で言うわけねえよ。俺が聞こえねえよ。お前らいい加減にしろよ。支援フルール、ゴムゴムのラブラブル、目的御前をビュー。このシリアスーパー任せろ。支援フルール、三条小僧ども、じいちゃん、そこんな時に。嘘っぷ、言いたいことがあるならはっきり言いなさい。支援フルール、ルフィオム、戻ってほしいだろ。戻ってやるって言ってんだ。出航するぞ。俺が筋だ。今日はこれで引き上げるが、最後に少し話をしようや、ニコロビン。なぜいつものように逃げ出さなかった？お前一人なら CP9 から逃げ出せたはずだ。今までとは違うと言ったでしょう。彼らを見殺しになんてできなかった。20年前のあの日、お前を島から逃がした俺にはその後の人生を見届ける義務がある。宿る気もなく飛び回る危険な爆弾をこれ以上放置できない。俺は今回小原の全てに決着をつけるつもりでいたんだ。何よりお前はもう死にたがっていると思った。やっと宿り人が見つかったのか。え、お前を生かしたことは正しかったのか間違いだったのか。これからお前はその答えを見せてくれるのか。そのつもりだったらしっかり生きてみせろ。小原はまだ滅んじゃいねえ。青吉、このわしを本気にさせおって命欲しくないようじゃの。少し待てば、ウソップだって。兄ちゃん、邪魔すんなよ。ハンドホン。あ、ようわからんが、海賊の分際で甘いことを抜かすな。ルフィ、これ。あいつは置いてく。わかった。
こうする気か。わしらも船で追うぞ。本当に別れ酔ってんだな。そうかい、もういいよ。それなら最後に一つ言わせてもらうぞ。ごめん、意志なんてごめん、俺が悪かった。今さらみっともねえんだけども、俺一秒やめるって言ったけど、あれ取り消すわけにはいかねえから、ダメかな、頼むからよ。お前らと一緒にいさせてくれ。もう一度俺を仲間に入れてくれ。バカおめえだ。悪いわね、あんたたち。やっと全員揃った。さっさとこんな砲撃抜けて冒険に行くぞ、野郎ども。サンサンとサニー号、千の海を越える船、素敵ね。サウザンドサニーか、いい名前だ。名前が決まると執行の気が引き締まるもんだな。よろしくな、サニー。さあ行くぞ、驚異の緊急加速装置クードバースト。うおー、やりよう。メリー号にできてる。この船にできないことは何一つない。だが、あの船の勇敢な魂をこのサウザンドサニー号が継いでいく。今日からこいつがおめえらの船だ。あー